こんにちは。今回は K2 ナレーションでご紹介したいなと思います。今回は現代の音楽に新しい風を吹き込んだ歴史的なベーシスト10人をご紹介したいなと思います。まずベースギターについて簡単にご紹介すると、ベースギターとはバンドの弦楽器の中でも低音域を担当する楽器で、エレキベースが誕生するまではクラシックやジャズで使われているコントラバス、ジャズの世界でいうウッドベースが主流でした。もともとクラシックの世界で弓を使い奏でていた音色は、ジャズやロックンロール、ロカビリーの発展により指で弦を弾くピッチカート奏法が主流となり、その重たくグルービーな音色はエレクトリックベースの原点へと受け継がれていきます。その後1951年、楽器メーカーフェンダーの創設者クラレンス・レオニダス・フェンダーにより、世界初のエレクトリックベースフェンダープレシジョンベースが開発されます。そしてこの50年代から60年代の音楽シーンでは、ウッドベースからエレキベースへと変化する10年となり、その後1960年代に入るとビートルズやローリングストーンズなどのロックバンドの登場により、エレキベースの世界はさらに広がりを見せていきます。今回はエレキベースという楽器を操り、ベースの世界に影響を与え世界を変えたベーシスト10人ご紹介したいなと思います。まず1人目はポール・マッカートニー。ポール・マッカートニーはおそらく誰でも知っているザ・ビートルズのベーシストで、ベース以外の楽器、ピアノ、ギター、ドラムも演奏するマルチプレイヤーとして知られています。ちなみに歌も最高です。また彼はギネス世界記録でポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として認定されており、作曲においても素晴らしい功績を残している人物です。彼の作曲したジョン・レノンの息子のための曲「Hey Jude」はめちゃくちゃ有名なので、知らない人はほぼいないんじゃないでしょうか。そんなポール・マッカートニーのベースの特徴はやはりメロディックなベースラインです。彼はそれまで主流だった短いパターンのベースラインからメロディーを乗せたロックなベースラインの基礎を作った人物で、現在世界中のベーシストが弾いているフレーズやアプローチ方法はポールがある程度確立させたものだと言われています。なので彼がロックベースの可能性を広げ世界に知らしめたという点でも、彼は間違いなく世界を変えたベーシストの一人でしょう。2人目はジョン・エントウィッスル。彼は言わずと知れたザ・フーの凄腕ベーシストで、2011年ローリングストーン誌が選ぶ最も偉大なベーシストで第1位を獲得するほどの人物です。ジョン・エントウィッスルのベースの特徴はリードベースと呼ばれる動き回る派手なベースプレイが特徴で、そのベースはベース1本だけで観客を魅了します。そして彼のそのギターのように歪ませた金属的なベース音とロックなベースラインは、その後テクニックを追い求めるロックベーシストに多大な影響を与えていきます。なのでジョン・エントウィッスルはベースという楽器をロックの表舞台に引き上げたという面でベーシストの中でレジェンド的な存在ではないでしょうか。3人目にご紹介するのはラリー・グラハム。彼はアメリカのファンクロックバンドスライ&ザ・ファミリー・ストーンやファンクバンドグラハム・セントラル・ステーションのボーカル・ベースを務めた人物で、スラップ奏法の生みの親と言われるベーシストです。スラップ奏法とは低音源を親指で叩き高音源を人差し指で引っ張る独特なベースの演奏方法で、日本ではチョッパーと言われています。ラリー・グラハムは彼がまだ若い頃、バンドからドラムが脱退してしまった時にどうにかドラム抜きで演奏できないかと考えた結果、バスドラの代わりにベースの低音源、そしてスネアの代わりにベースの高音源を叩いては引っ張ってドラムの代わりに演奏し、この経験をもとに彼はスラップの演奏方法を発見します。彼のスラップの特徴はドラムの代わりが起源ということもあって、他のスラップ奏者よりもかなりパワフルで、彼の親指を使って叩くサムピングは本物のバスドラを思わせます。その後彼の発見したスラップ奏法はファンク、ジャズ、ロックをはじめヒップホップ、EDM とノリを出す演奏方法に取り入れられ、ベースという楽器の世界を広げました。なので彼はジャンルを問わずベースの世界にはなくてはならなかった存在なのです。ちなみに彼の甥はラッパーのドレイクです。4人目にご紹介するのはジョン・ポール・ジョーンズ。彼はレッド・ツェッペリンのベーシストで、周りのメンバーが個性的なこともあってあまり目立った存在ではないものの、そのベースプレイは一級品で、最も過小評価されているベーシストランキングでなんと1位を獲得しています。
ジョン・ポール・ジョーンズのベースの特徴といえば、どんな楽曲にも的確なベースラインを提供する影の力持ち的なベースプレイで、レッド・ツェッペリンのドラムの神ジョン・ボーナムとの相性は抜群です。同世代の伝説のベーシストポール・マッカートニー、ジョン・エントウィスルと比較すると、ポール・マッカートニーがメロディックなベースのカリスマであるなら、ジョン・エントウィスルがリードベースのカリスマで、ジョン・ポール・ジョーンズは堅実なベースのカリスマと言えるのではないでしょうか。そして5人目に紹介するのはジャコ・パストリアス。彼はおそらくどんなベーシストをもってしても史上最高のベーシストといえば彼というほど、ベースの世界では伝説的な人物です。ジャコ・パストリアスはアメリカのフュージョングループのベザーリポートやソロで活躍した人物で、彼の残したアルバムジャコ・パストリアスの肖像はベーシストが出すソロアルバムとして世界中に衝撃を与えました。伝説のジャズミュージシャンハービー・ハンコックもこの作品に参加しており、彼のベーシストとしての凄さがどれだけだったかを物語っています。ジャコ・パストリアスの凄さといえば、なんといってもその異次元の演奏能力で、ギターソロ並みの速さを持つ高速フィンガーピッキングはもちろん、その速さの中に人工ハーモニクスと呼ばれるポロンという柔らかな哀愁のある音を加えて、その上でジャジーでファンキーなグルーヴを作り出すテクニックはジャコ・パストリアスの最大の特徴ではないでしょうか。彼はソロで聴かせるベースを発展させたという点でも、一般のジャズにエレキベースという新しい楽器を浸透させたという点でも、ベーシスト界の偉大な存在です。ジャコ・パストリアスを聴いたことがない人は、ぜひジャコ・パストリアスの肖像を聴いてみてください。トリップとはどんなものかを体験できます。さて、6人目にご紹介するのはビリー・シーン。ビリー・シーンはハードロックバンドミスター・ビッグのベーシストで、超絶早弾きプレイを得意とするベーシストです。彼はその速さへのこだわりから、相棒の高速ギタリストの異名を持つポール・ギルバートと共に、電気ドリルの先にピックを取り付けて演奏するドリル奏法のパフォーマンスをしたりと、ベースの世界では恐ろしいテクニックを持った人物として崇められています。彼のベースプレイの特徴は、通常の2フィンガー奏法に薬指の1本を加えて弦を弾く3フィンガー奏法です。3フィンガー奏法は通常よりも多くの指を使うため、高速のフレーズに対応できるものですが、安定感に欠けるため操れるベーシストは少なく、そんな難易度の高い奏法もさらっとこなしてしまうところがビリー・シーンのすごいところではないでしょうか。さらに彼はそんな高速早弾きの中にタッピング奏法、ハーモニクス奏法など多彩な演奏方法を取り入れ、見るもの全てを圧倒する技術を持っています。ベースをしている人は試しにピック弾きでビリー・シーンの速さを弾いてみれば、彼のヤバさがわかるんじゃないかなと思います。7人目にご紹介するのはシド・ビシャス。あれ、今までテクニシャンばかりを紹介してたのになんでと思った方、違うんです。世界に影響を与えたベーシストという点でも、シド・ビシャスは異次元の存在なんです。シド・ビシャスはパンクバンドセックス・ピストルズのベーシストで、その太く短い生涯、そして心に直接訴えるパフォーマンスと生き様は音楽の世界に衝撃を与え、パンクの概念を世界に定着させました。シドの特徴といえば、まずほとんどベースが弾けない状態でバンドに加入し、ベースはろくに弾けないながら、そのパンクなスタイルとパフォーマンスだけで成り上がったところで、とにかく客と喧嘩したり問題ばかり起こしながらも、ぬるい世界に衝撃を与える反骨精神満載のパフォーマンスは今でも人々を魅了し続けています。なんといっても彼のすごいところは、技術だけで評価されていた時代にパフォーマンスと生き様だけで音楽は心で聴くものだと世間に知らしめたことです。なので、そのベーステクニックは正直上手いとは言われないものの、人々の心はただ上手いだけの演奏にはなびかないことを証明した、次世代に語り継がれるべき貴重なベーシストだと思います。8人目にご紹介するのはマーカス・ミラー。マーカス・ミラーはジャズ・フュージョン界のスーパースターとも言われるベーシストで、現代最高峰のベーシストと言われる人物です。彼はジャコ・パストリアスに憧れ、彼の作ったベースの世界をさらに飛躍させ、ジャズの世界にさらなる彩りを与えた人物で、スラップ奏法を取り入れた多彩な演奏スタイルはバランス力抜群で、どんな曲にも合わせる能力があります。ジャズの帝王マイルス・デイビスとの共演では、マイルスのトランペットとマーカスのスラップとの相性が抜群で、マーカスのどんな曲にも合わせるというセンスの良さが見て取れます。マーカス・ミラーのベースプレイの特徴といえば、やはりスラップ奏法で、
通常のスラップを駆使するベーシストよりも音が柔らかく、どんな曲にも合うバランスの良さとおしゃれさが特徴です。実はこのマーカスの柔らかい音には秘密があります。マーカスはベースの弦のところにピックアップフェンスというカバーを取り付け演奏しており、ここに手のひらを叩きつけてスラップすることで力加減の強弱をつけて繊細な曲にも合うスラップを実現しています。他にもマーカスはエレキベースでウッドベースのような雰囲気を出す親指を使ったミュート奏法も得意としており、とにかくマーカスはどんな曲でも曲の雰囲気を操ることができるベーシスト界の超天才と言って間違いないでしょう。なのでセンスのいいおしゃれなベースで人々を魅了し多大な影響を与えているという点でも、彼は間違いなく世界を変えたベーシストの一人に数えていい存在ではないでしょうか。9人目にご紹介するのはフリー。フリーはまずこのチャンネルを見ている人ならおそらく知らない人はいないレッドホットチリペッパーズのカリスマベーシストで、どれだけの人がフリーの演奏を見て影響を受けたかは計り知れません。フリーはラリー・グラハムの生んだファンキーなスラップ奏法をロックに取り入れた第一人者で、彼のスラップは常にエレキベースの教則本に紹介されるほどの影響力を持ち、ロックベーシスト、特にミクスチャーロックが好きなベーシストにとっては神的な立ち位置の存在です。彼のベースプレイの特徴はファンクなスラップにパンクな要素の早弾きを取り入れ、ファンキーでロックなドンシャリサウンドを生み出すところで、この重みとシャリシャリ感の絶妙なバランスが多くのベーシストを魅了し続けています。このフリーのベース音を聞いてフリーが使用しているミュージックマンのスティングレイを買った人も少なくはないんじゃないでしょうか。なのでフリーはロックにファンクなスタイルを融合させ人々に浸透させたという点でも、カリスマ的なかっこよさと人気を誇るという点でも、今のロックベースの発展になくてはならない存在ではないでしょうか。あと裸でベースを弾いてるところもチャーミングでいいですよね。さて最後にご紹介するのはフィールディ。フィールディはニューメタルバンドコーンのベーシストで、ロックとヒップホップのスタイルを融合させた超絶ドンシャリ系ベーシストです。彼の特徴といえばやはりアイバニーズの5弦ベースをめちゃくちゃ下で構えてスラップする超斬新なスタイルで、そのスタイルはもはやベースを演奏しているとは思えません。さらに彼はその音へのこだわりから中音域をほぼカットし、重低音と高音域が目立つようにイコライジングしていて、こういったこだわりからフィールディはダークなノリの超ドンシャリ音をベースで再現しています。そんな超重みのあるベースなので、彼の5弦ベースから繰り出される超ヘビーなサウンドは多くのファンを魅了しました。彼の影響で多弦ベースを買ったって人も少なくないんじゃないでしょうか。なのでフィールディはロックにヒップホップなベーススタイルを確立したという点でも、一般的なスタイルを飛び越えて独自のアレンジを加えたという点でも、世界に影響を与えた一人じゃないでしょうか。いかがでしたか？まだまだいっぱいすごいベーシストは存在してますし、紹介したいんですが、今回は歴史を変えたという点で10人のベーシストをご紹介してみました。異論のある方、この人も忘れないでほしいと思った方、節度を守ってコメント欄で盛り上がっていただければなと思います。今回は世界を変えた10人のベーシストでした。気に入った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。